WDX の4、通常と強襲どっちも大丈夫です。ブレイズを中心とした攻略で、編成はこんな感じですね。オペレーターを順番に配置していきます。みんな行くわよ。天人化で、ブレイズ上向き、ブレイズ上向き、3番は狙撃ですね。狙撃、医療で、5番はアレーンです。ここのマップも、まあ、そこまで、まあ、難しい考え方はないんですが、まあ、ただやっぱりあの新しいギミックで、まあ、格納庫からドローンが出てくるので、まあ、それの対応と、あとこのね、シロアリね、ブロックできない敵が来るんで、走ってる間に削らないといけないっていう感じです。まあ、これはどのオペレーターを使っていても、まあ、敵の特性なんかは変わらないので、やることは同じです。左側にオペレーターを固めておいて、しっかり支援ドローンとか落とすためにアレンのスキルなんかを使ってます。まあ、術ダメージを与えながら、まあ、2体同時攻撃できるんで、ドローン処理にも活躍しますね、アレンは。まあ、ブレイズはね、もういるだけでゴリゴリ削ってくれますので、そのルートの敵をゴリゴリ削ってくれるので、まあ、シロアリも怖くないですね。シロアリといえば、もうブレイズ、まあ、あと減速、まあ、もしくはそうですね、まあ、あと強制移動っていうような感じになってくると思うんですが、置くだけで攻撃してくれるブレイズは一番シンプルなんじゃないかなと思いますね。攻略法としては一番シンプル。で、ブレイズね、さすがにブレイズといえど、まあ、死んじゃいましたんで、まあ、あとはね、この Wi-Fi のね、重装をやっつけるだけなんですが、まあ、スキルね、アレン全然使ってもいいですよ。私がなんで遅れて発動したのかというと、この遅れてね、この HP を回復してくるドローンが厄介ではないんですけど、めんどくさかったんで、もうすぐに倒せるようにそのタイミングでスキルを使いました。はい、こんな感じになっております。次は EX の5ですね。5で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。